もう喋れる場があるだけで燃えるわけよ。でも私は文字を残す人じゃない、ほらブッダキリスト系だからさ、まあ、やっぱそっち行っちゃダメだなという結論に達したわけよ。喋んなよマイクなしでと。でもそうじゃない、天才を生かさなきゃってやっぱ思うわけ。そうなん、音声入ってないってよ。お前さ、ノリが仕事しろよお前。でもこれ本当やりたくないの、濡れないですよ、ね、お前さ、自分が乗ってくんなよ、正当化。あ、すいません、正当化が今出ました。正当化が生み出した人しか喋れないんだよ、正当化っていう。まあこれは私ね、講座を、準備している時に出てきたんだけど、また面白いですよ。今度どこで喋れるんだ。私喋ることしか興味ないから。そう、もう喋れる場があるだけで燃えるわけよ。